小山津です。はい。ということで、はい。どこですか。どこですか今日は。なんかあの小木さんに連れてこられたの僕はあんまよくわからない。ああそうなんですよ。あの勝男さんを久々にですね朝早く叩き起こして今日はですね、ルミネエストのカリフォルニアデブドさんにやってもらいました。はい。ちなみにカリフォルニアデプトさんといえばみたいなのあります？なんかまあでももう見えてしまってるんであれなんですけど、バンズがやっぱり見えてしまってるんでね。そうですよね、バンズ今日はそんなカリフォルニアデプトさんで、はい、まあお気に入りのバンズ一足を見つけようっていう、はい、いい企画です、バンズの知識はどうです？カイムですね。カイム本当ほぼない。まあまあモデル名ぐらいは、モデル名ぐらいこれ何って言われたらわかるけど、さすがにその細部までかも。まあ確かにね、まあそんなスペシャリストを呼びしております、ね。今日はカリフォルニアデプトさんのスタッフさんに来てもらっています。よろしくお願いします。カリフォルニアデプトルミネスト店の伊藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃ今日は、伊藤さんにねいろいろ、バンズや他の取扱い商品についてお話聞きながらちょっとお気に入りのものを探していきたいと思います。それではいきましょう。はい、ということで早速この洞窟的なところにやってきたんですけれども、ここはどういう商品が多いんですか？こちらに置いてあるのはバンズでもう定番の人気のある商品から、あとスケート用にちょっと特化したシューズがメインで置かれている商品になっておりますね。プロスケートでしたっけ？そうですね、今ちょっとプロスケート自体がモデルチェンジをしてしまっているので、リニューアルしてちょっと新しい形になっているのが上の2段に用意させていただいているシューズになっておりますね。中に低反発のクッションが入ってまして、一応中が取れます。あ、てかあれだね、そうなんだ。これバンズじゃないんだね、もはや。そうですね、あのモデルチェンジをしまして、この、ロゴのところがチェッカーになったのと、ソール自体が昔作られたその復刻版みたいな形じゃないんですけど、ソールもちょっとその当時の時と同じように少し光沢を入れた形に変わっているっていうのがあります。ちょっとアナハイムファクトリー的なあれなんですかね。そうですね、はい、なりますね。なので、低反発クッションももちろんそのままにはなってはいるんですけれども、一番の特徴ですとこちらの中にこのゴムが入ったことによって足の中で靴ずれじゃないですけど動かないようにする防止がついたっていうのがちょっと今までのプロとは違うものになっているので。そうなんだ。そうですね、耐久性と、クッション性に優れているだけではなくてプラス中でも動かないようにっていうのに特化されたように作られてますね。なんかもうバンズローテクとは言えないぐらい進化してますよね、なんかね。ちなみに勝男さんこの中でなんか定番じゃないですか一応、うん、中でデザイン的に、うん、わこれ思い入れあるわとかあります？もう僕はもう完全にこれです、うん、ああこれね、これも多分3足ぐらい履きつめた今あ、ほんとだ、履いてる、履いてる。やっぱね、バンズといえばね、なんかチェッカー履きたくなるのよね。確かにね、戻ってきますよね。かっこいいですもんね確かに、いつも履いてるよね。いつも履いてる。なんだかんだで。なんだかんだ履いてたモデルだったね。いいな。チェッカーか。僕履いたことないんですよ、チェッカー。あ、逆に？うん。何履いてる普段？僕は、今日見てもらうと分かるんですけど。あー、これも。そうですね、アナハイファクトリーのスタイル53かな。53の。これいいよね。そう、ローファーモデルなんですけど。これはね、嫌といいほど履いてます。確かに。嫌です。めちゃくちゃ履いてる。めちゃくちゃ履いてますね。昔履いてたモデルとか覚えてる？逆に。昔ね、あのスケハイのエナメルのシリーズとか昔ありました。あったかもしれないです。もうそれでももうあの十何年前の話だ。だいぶ前に。僕は中学生ぐらいの時にその赤のエナメルのスケハイは履いてたな。スケハイ自体も、まあ、いろんな種類作ってたりとか時期物とかも結構多かったりとかするので、はいはいはい、なかなかもしかしたら今だとちょっと見当たらないかもしくはもう見つけることできないかもしれないと思うんですけど、ちなみに今のちょっとその季節物というかちょっと癖すごものみたいなのありますか？ありますねちょっとそっちも見てみましょうか、はいはい。なんかこの時期やっぱ秋冬なんで出てくるかなっていうのですと、はい、レオパード系が、ああ、履いてるギャルおったわ。おったこれ。これ履いてる人。あ、でも見たことあるわ俺。ダイヤルとかにも結構いたよ。いたかもしんない。結構レオパード自体は人気がもともとバンズの方でもありまして、うん、ただ大体出てくるのが多分この時期ぐらいとかのものが多くてそんなに種類も少ないので、結構探されてる方は多いかなって。あ、時期物っちゃ時期物なんですねこれ。そうですね、まあ、定番であったりもするんですけどなかなかちょっと出てきてはくれないデザインになっているのでおすすめ
のここがすごく好きなの。ここのね。じゃこんなあるんだ今。あのファイヤープレームかプレームの、あの赤黄色は持ってたんですよ。あ、ありがとうございます。これ今シーズンとかなんですか。そうですね。定番のがやっぱプレームっていうのがそのお持ちの多分黒と赤のフレームのものなんですけど、こちらに関しては今期のモデルで、あの白いところにあのフレームを白に入れさせていただいてるっていうものなので、フレーム自体も定番のものから色を変えて出てきたりとかは形も出してるので、赤黄色この今回の白黒以外にもパターンはもしかしたらそうですね、その時によって出てきたりはするんですけれども、これもこれでなかなかかっこいいですね。白黒っていうのもなかったんで、かっこいいかなと思いますね。いやいやいや、これでしょ。これですね、やっぱり。これでしょ、だってこれは。すごいよ、内側にまで。そうですね、ここにも文字がちゃんと招き猫って書いてあって。本当だ。ちょっと細かいんですよ。招き猫ってあれですよ、ただの招き猫ってことですよね。あのカラオケは関係ない。あ、カラオケ。すごいよ、カラオケとバンズコラボ。いや、すごくないかわいいね。まあ今コロナ禍で大変なのでね、あの招き猫は服を招いてくれるっていうのをテーマにしているので、なるほど、そういった意味でも、はい、すごい。じゃあ本当に一番今だね。服を招くっていう意味で。なるほどなるほど、はい、いいね。あ、これもスケハイのシリーズもあると。そうですね、2種類ございますね。この辺のシリーズ、そうですね、こちら今一番注目してるじゃないですか。これ何だ。これあピックスエイドなんですか。あ、そうですそうです、ピックスエイドを使用してまして、あの去年も出させていただいた好評でして、今期がまたお色変えて出させていただいてまして、色もまあ3色なんですけど、一番特徴はスウェードなんですけど、撥水加工が、そうなんだ。雨に焼けちゃう。防水とかっていうのはないんですけど、なかなかスウェードって雨とかその雪の日とかもそうですけど、なかなかちょっと染みちゃって履けないっていう方多いんですけど、これ自体がもともと撥水加工がされているので、通常の弱い雨とかでも全然弾きまって、防水スプレーとかも使えるので、普通の靴よりはなお色が弾けるので、いいね。確かにいいね。この色味とかも良くない？いいね。かわいい。ミリタリーパンツとかにめっちゃ合うやん。そうですね。そちらのオレンジとかも。これすごくいい。いやもうスリスリしたくなる。でも本当に気持ちいい。あ、ピックスエイドやなって感じの。そうですね、スウェードなんでやっぱこういうお色味が綺麗に出るかなっていうのが。ホテル品もあるんだね。おばあちゃん可愛い。あ、可愛い。そうなんです、そうなんです。そうです、そうです。こっち、まあ、シューズ自体がなかなか水洗いとかっていうのは、してしまって傷んでしまいますよっていうのとかあるので、こちらですと防水できるスプレーが入っていて、で泡で表面を洗っていただけるようなセットのブラシと、あとこっちについてるのですと、もう一個が帽子とか洗えないものに使えるスプレー、消臭除菌のスプレーがついてます。こっちもあるんですけど、まあ、こっちは靴の形してますけど、裏が可愛いのはこっちです。裏が可愛いのはこっちなんですね。いや、いいね、ちょっといいね、ちょっといい。これはギフトにもめっちゃおしゃれだよね。そうですね、ギフトでもいいですし、これ海外で作ってるデザインのものなので、日本のものではないので、仕入れてないと手に入らないデザインのものになってますね。バンズ、オフスボン、はい、大丈夫、ちゃんと型破り。いや、これいいよ、ね、型破りってちょっといいね、いいね。ちょっと僕らあんま型がなくてちょっと今困ってるんですけど、なんか定番が欲しいんですよね。ちょっとこの辺も気になったんですけど、あ、スタイル36というシリーズですね。オールドスクールの原型になった形です。へー、この形があって今のオールドスクールの形があるという。あ、そうなんだ。へー、はい、あ、俺これ持ってた。あ、持ってた。ここがスウェードのやつですよ。そうです、そうです、まあ、ありますし、あのノーズっていうちょっとつま先の部分が、これ定番なんですけど、ちょっと短いんですよ。これだ、あ、本当だ。そうです、そうです、そちらが、そうです、そうです。これっすね。2、3年ぐらい前からちょっとスタイル36っていうのも復刻みたいな形で出させていただいて、それからシリーズもので何色か出させていただいておりますね。これは別、あの普通のバンズのシリーズ、そうですね、なりますね。ちょっと形やっぱ可愛いよね、普通の往復に比べて。こちらの方がちょっとすっきりめに見えます。細長くすっきり見えるので、クラシックな感じもするしね、これだとね。まあ、ストリート色がオールドスクールだと紐の数多かったりするので、あの、ザ・スニーカーっていう形が一番多分浸透してるんですけど、こっちちょっとおしゃれ向きで履いていただいても可愛いかなっていうのでは。これ彼女履いてたらちょっとテンション上がる。テンション上がるね、これね。雑誌とかでも結構、女性雑誌の方とかでも出させていただいたモデルなので、はい。
って今カツオさんにあの彼女履いてたらってお前彼女いないだろってツッコミがなくてよかったあそれ待ちあそれ待ちでしたすいませんじゃあ僕からいいですか。あどうぞ。このさっきも紹介してもらったんですけどこのシリーズですね。かわいい、うん、このシリーズはねかわいいプーがちっちゃいでしょ。そうそうそう、ここのプーがちっちゃいやちっちゃくてこことここがスウェード、うん、でここがレザーになってるのかな。このバッグのこのこレザーなの。あそこがレザーになってるシリーズ。これちょっとねクラシックっぽくて僕が好きなジャケパンスタイルとかにもすげえ合うなと思って、ね、うん、ちょっと足一個外しでいいかなと思って。これウコっすね。はい、これウコっすね。高さん、これですね。あ出たよ、絶対選ぶと思ってた。普通に欲しい絶対選ぶと思ったよ。あのね、買ったはずなのよ、あの黒赤を、うん、家にないのよなぜか、ね、よくあんのよ、こういうこと絶対ね、誰かしらがね、勝手に履いてるパターンだと思う。いや、でも俺もね、これだったら、俺黒赤、赤黄色か、うん、あんま履けなそうだけど、これは履けそうだわ。いいよね、うん、すげえかっこいいな。それいいね、うん、男心くすぐる。お、男心くすぐる中二病をちょっとくすぐるようなデザイン。いや、でもこれね、かっこよく履いてる人ね、羨ましいよね、やっぱ。いいね、うん、これいいよなちょっとね、俺欲しい。いや、ちょっとね、俺も欲しいよ、それは。チェッカーパンツ、チェッカーパンツいいね。ちょっといいよね。うん、てか、私物でさ、一昨年ぐらいにね、一回探したのよ。チェッカーパンツなかった。あ、そうなの。これ新しいっすか。結構長いっすか。新しいですね。新しいっすか。シリーズ、デザインとか少しずつ変わって出させていただいてるんで。これすげえいい。いいね、チェッカーパンツ。いや、いいわ。この上でチェスできました。やろうと思って。どういうこと？いやマジでね、これはね、うん、すげえおすすめです。しっかり太いしね。そう、シェフパンツタイプになってるんで、うん、ウエスト紐入ってて、うん、楽にかけるし、ちょうどこれからの時期さ、ロングアウターとか、ああそうね、履く時にちょっと見えるので、可愛いんじゃないかな。これにやっぱ上ニット系とか、ああ可愛い。ああ可愛いよね。じゃあ次僕ですね。はいはい。これか。これね、ちょっとあのパッと見てあいいなと思って。あの僕夏に、うん、あのそれこそボーラホリックとか の、うん、あの白黒タイダイみたいなマスターじゃないですか。ってた、ね、そうそう、それちょっと秋冬もちょっとタイダイちょっと遊びたいっていう感じで、ちょっとタイダイのロンティっすね感じで、グリーンホワイト、まあ、グリーンブラウンなのかな、グリーンブラウンだね、うん、の感じで結構一個インナーにかませるのもいいのかなっていう感じで。確かに、うん、ちょっとこの辺は今季一発やってもいいかなって感じだ。確かにこれだったら、でも上になんか羽織ったらさ、ここ見えないじゃん、うん、とか。で脱いだらプリントアップ可愛らしいっていうのも面白いよね。ちょっとこの辺もエアってやつです。はい、はい、これね、なんか知んないけど、オールドスクールの中で一番好きな色なの。これって初期型の色なんですか。そうですね、まあ、定番の黒が一番人気はありますけれども、ただネイビー自体が、ちょっと確か作ってるその製法とか工場によって色味とか若干変わってしまうんですけど、その濃さのものっていうのは多分海外の色味なのかなっていうのはございます。なんだっけな、なんか見たんだよな、アナハイムかな、アナハイムでこの色だったのか知らないけど、この色のイメージすっげえあるんですよ。へぇー、ちょ、本当にね、6年前まだ2歳の時とか。そんなわけない。そんなわけない。そんなこれなんかさ、すげえ、なんか見てるとさ、うん、一番目引くの。ああ、でも、しかも、あの、バンズ、一番なんか、バンズっぽいというか、うん、なんか、そんなイメージもあるよ。やっぱり白黒が一番俺の中でもイメージ強いけど、うん。すごいね、なんか、往復の中だったら、個人的には一番なんか、目引く色なのかなと。選ばせていただきました。はい、かわいいよね。この絶妙にさ、このさ、素材がさ、めちゃくちゃ切り替わるやん。ああ、それもなんか面白いのかな。まあ確かに、そう考えると。そこがなんかおもろいなと思う。ナイロン、無バック、レザーとか、内側のここもレザーでしょ。そう。はあ、いいよ、普通に。これすげえ、おすすめ。私物でちょっと持ってはいないんですけど、うん、なんかいつか。
手に入れたいなと思って、うん、カラーリングの大須買うならこれだな。あ、なるほどね。今まであんま買ってこなかったんです。そうだね。てかスリッポン多いもんね。そうですね、うん、スリッポンが多いんでこれいいなと思って選ばせていただきました。はい、で、最後パーカーですね。パーカー、これですか。シンプルにいいね。なんかバンズのさ、パーカーの今までのイメージさ、このロゴがさ、そのままボンとここにあるだけですが、結構俺イメージが強くて、あ、うん、まあなんとなくね、こうファッション落とし込みづらいというか、うん、バンズバンズしすぎてるけど、バンズバンズしすぎてる主張がね、主張がね、これだっていう、うん、やっぱこれぐらいのなんか市場の、まあ同系色の刺繍そうねでされてる分、なんかパッと見では分かりづらい、うん、感じ。しかもこのフォントってさ、あんまりさバンズっぽくないじゃん。そうね、あんまりイメージないね。だからこれ着てて、だもう本当にうまい、これにこれにもうこういうイメージ。ああ、はいはい、やるね、加藤さん、それやるやる、うん、なんかパンツで綺麗なの持ってきて、パーカー、スニーカーみたいな、うん、キャップ、ハットとかで合わせてあげると、なんかうまーくストリートをなんか今っぽく落とし込めるかなと思って。確かに形も結構いいね、身幅しっかりあって、パターンも間近あるフードがでかい。いいね、かぶりやすい。そうすぐかぶんのよ、すぐかぶんのよ、すぐ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 かぶんのよ、フード。久々になんかもっと履きたくなったね。そうだね、こんだけバンズの種類があると、あの履きたくなるとちょっと刺激されるね、うんうん。今回お邪魔したのはですね、カリフォルニアデプトのルミネーソ店さんですね。はい、はい、にお邪魔したんですけれども、バンズちょっとこっからブーマーズで盛り上げていく。いや、うん、加藤さん最近ちょっとナイキに浮気してるんだよ。いやいや、浮気とかじゃない。昔はバンズだったんですよ。でも僕バンズ好きだったんで、ちょっとあのバンズ関連アイテムを僕ら見ていこうかなと思います。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録もぜひお願いいたします。ということで、ここまででした。ありがとうございました。はい、ということで、朝からお疲れ様でした。何日後の話した。何日後、ちょっとあの帽子違くない。あの服も違います。服も違う、前髪降りてました僕も。いや、久々にルミネでさ、でも撮影だったから、うん、オープン前じゃない、防災センターのところ通ったじゃないですか。懐かしいね、懐かしい、懐かしいっすよね。多分今カツオさんのあのルミネでバイトした時代の写真が乗っかってんだから。あー、ね、あるかな。池袋、大宮でね、ずっとあのバイトしてたんでルミネの方で、あの久々のルミネで、ね、楽しかったなと思うんですけれども、その久々な感じをもう一回味わおうと思って、うん、あのポップアップするんですよ。僕っていうか、ダンがするんですけど。あ、ルミネのね。ルミネの。あ、もうそれ多分リークされてますもんね。あ、そうっす。もうインスタグラムにも上がって、もう、え、マジっていう視聴者の方が。多分コメントで、え、マジが84件ちょうど入るかなって思ってるんですけど、あの、ルミネの方でね、ポップアップもしますので、ぜひぜひ皆さん、概要欄に詳しいこと載せてありますので、見ててください。ゲリラでもしかしたら僕がどこかで、いるかもしれません。いるかもしれません。かもしれません。普通に日置さんのスースーちょっと欲しいなと思います。あ、ね。あの、当日並んでください。普通にあの視聴者に混じって俺並んでます。絶対バレんで。ということで、もしよろしければ、高評価のチャンネル登録の方もぜひお願いします。それではチョコでした。ありがとうございました。はい、ちょっとパンツ欲しくなってさ、あの後。うん。いろいろ調べたい。うん。買うと。あの、近々また動画で。ああ、まだ語りかけてたんですね。もう普通の会話かと思ってましたけど。いや、楽しみ。じゃ あ, あのそれがまた動画で上がると思います。でも結構今見てるんだけど、いっぱい種類あってさ、どうしようかなって無限にあるよな。そうだ、次のアナハイムが結構いい感じだったのよ、うん、だからちょっとその辺狙っていこうかなと、はいはい、思っております。ウィス